皆さんこんにちは、ババラーネ館へようこそ。みんです。今回は VS 巨大ウェンディ。今ねこれセカンドって書いてあるんですけど、一回やったんですよ。見事に負けました。ということで、そのリベンジを兼ねての VS 巨大ウェンディ、そしてこの大逆転レース、この2つをね走っていこうと思います。そしてもう一つ、今週もね、まあ、もう終わってしまうと思うんですけれども、レインボーロードとノコノコビーチが2万点を超えることができました。今度からはスコアがすごい上げられた時に収録していたら、それはね後付けか一緒に皆さんと見ながら、こういう風に実況しながらできたらなと思っております。ということで早速走っていきましょう。 VS 巨大ウェンディ、スターがねあと4つか5つ集まればウルトラチケットもらえるんじゃないかな。いやマジ怖いかんね、本当に。これとあのなんか大逆転かわかんないけど、なんか恐怖を煽る、本当にこれは恐怖マジで。でもねこの子神しか出してこなかった気がすんのよね。なのでちょっと後ろに、これはこいつをちょっと離すチャンスじゃない。離したとしてもまっすぐ来るんだけどさ、なるべく逃げたいよね。ここからここから逃げるっていうのは無理かもしれないけど、お尻にガードしておいてちょっと離れましょう。あ待って、ミスった。こういうミスがよくあるよね、最悪。あ待って、あそう爆弾だ、爆弾か、亀じゃねえわ亀じゃなかったけども、こっち行ってちょっとここでワンバウンドして逃げたい。ワンバウンドしなくて済んだ。あバナナ踏んでくれるかな、踏んでくれればいいんだけど。この亀さんの甲羅は怖っ、お尻から外すわけにはいかねえな。また爆発来たら怖すぎるから、ちょっとね距離を適度に保ちつつ行きたいんですけど、あの子たちね、なんせ足が速いもんでね、めちゃめちゃ来るから。いないね。あやべえ、押しちゃったよ。まあ、いっか、お尻に1個甲羅つけておいて、ここで何か来てくれるかな。うわー、ダッシュキノコか。ダッシュキノコはラストに使いましょう。怖っ、ここで使っちゃう、ここで使っちゃうけど、お願い、ウェンディ来ないで来ないで来ないで。ここでね、ここで来られたらマジで終わるから、本当に。収録してるから一発で終わらして。うわなんか見えたな、今見えなかった、多分いた気がする。あやばいやばいやばい、減速やばい。ここからだよ、ここからお願い、ここからなんです。あよかった、これ1位いけるっしょ。よかった、心臓悪いマジで。ちっかウェンディちっか。ああ星があと1個だ。ってことで大逆転レースいきますか。これは8位からスタートするやつかな。お始まった。そうそう、これ始まるの早いのよね。なるべく何かさ、ちょっとこんな感じか、なるほどね。じゃあここを突っ切る形でいって、えまさかこれで終わりじゃないよね。あびっくりした、焦るわと思って。潰してく潰してく抜き去りたい。あでこれねちょっと、おいいですね、自分たちで何かやってくれてるみたいです。3位でしょ。いやーこれなー、ちょっとこれを使って加速していきたい。うわ敵に、上上ちょっと誰かに当たって、嘘でしょ、待ってこれはやばいかもしれない。痛い、これさもうちょっとさ優しくしてくれてもよくない。優しかった、十分優しかった。ここで後ろと距離を空ける、いやねコインフィーはめっちゃ来てくれるの嬉しいんだけどさ、今じゃなくない、今じゃないんだって、まあ、とりあえずフィーバーしとくけど。 OK 無事に1位を取れました。でこのチケットをもらいましょう。 OK ツアーギフトキャラレベルアップ UR もらいました。ドライバーランクが今73なんですよ。なんだけどもうちょっとね上げていけば上げていくほど、そのポイントアップ、このゴールポイントアップっていうのがもらえるようになるので。でもさ、なんか優しい時と優しくない時があるじゃん、このスコアのさ、それで決まってんのかなって思うと、このドライバーランク上げたくない気もするんだけど今73なので、これから早く80に上げてルビーがもらえて90、100その辺までね、多分道のりは長いと思うんですけど、頑張っていきたいと思います。ということでとりあえずね水曜日に
結果発表となるんですけど、まあ3位以内に入れることを願って震えて待ちましょう、水曜日を。ということで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。